続きましてこちら宮崎国際ストリート音楽祭 2017G ステージハードロックアコースティックの皆さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。路上でハードロックを流してしまおうというこの企画でございますけれども、まずはお顔にお化粧を塗っているキッズ先輩の名曲からですね、行ってみたいと思います、ロックロールオールナイトでお願いします。先輩のロックンロールオールナイトという曲ですね。キス知ってますか皆さん。知ってます。うんうんってうなずいてるお方もいらっしゃいますけれども、お顔にね白いお化粧をしてこう火を吹いたり血を吐いたりする人たちがいますけれどもですね、あのポール・スタンレーとかですね、ジーン・シモンズとかいう人たちが作ったバンドなんですけれども、その人たちが作った曲をもう一曲やりたいと。でさっきのはですね、なんだロックンロール毎晩毎晩夜通しロックンロールでアンドパーティーエブリナイトということで、ね、いつ寝てるんでしょうかというような曲になりますけれどもですね、お顔に白いのを塗ってそんな夜な夜なパーティーして飲んでるのは小林の木管人ぐらいですよね。ルーツがそっちだったんじゃないかみたいな話は今作ったんですけれども、もともとね、あの歌舞伎の白メイクにあのなんだヒントを得てやってるっていう話がありますけども、次はね、ハードラックウーマンという曲がありまして、それを聴いてみたいと思います。1、2、3、4
2 1 2 Never I'm at you Never can't Love for a bird ものなんですよね。こういう紙吹雪も本物のキスみたいでいいんじゃないかということでね、風はね結構大敵ですよね、このお外でやるときはですね、はい、ということで、いろいろ散らかってますけれどもあんまり気にしないです。ということでですね、先ほど一人でお歌を歌ってた山下ゆめかちゃんをですね、スペシャルゲストに加えましてですね、ここから鍵盤を入れてちょっとやってみたいと思います。次にやりますのはジョン・サイクスというちょっとマニアックですけれどもギタリストがいましてですね、その人が作った、Please Don't Leave Me という曲があります。すごくちょっとなんていうのかな、こうセンチメンタルなというか、そういうちょっと、品がいい曲です、要はですね、はい、ということで Please Don't Leave Me をやってみたいと思います。
CD 探してみても多分売ってないと思います。欲しい人は僕に言ってきてください。後でコピーするなりなんなりね。YouTube とかにも結構上がってるんですけれども、ジョン・サイクスという人ですね。まあよかったらちょっと興味あれば検索してみてください。続きましてですね、これはハードロックなのかと言われると、まあハードロックということで、ジャーニー。知ってますか？はい。で、映画、海猿のテーマ曲ともなりました、オープンアームズという曲があるんですけれども、それをやってみたいと思います。ではよろしく。
手をありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、結構あのハードロックだってね、好き嫌いせずに聞くとですね、結構いい曲があったりするんですよね。あのジャーニーも結構有名です。あの先般行われた WBC の野球のテーマ曲にもなってましたですけどね。はい、ということで続いては、おい来るかこっちに来い来い、カモンカモンベイベー、カモンベイベーってよく言うけど本当にベイベーなのは珍しいですよねということで、はい、僕の子供ではありません本当よ、本当本当。続きましてはクイーン、 I was want to love you という曲がありますけど、これもドラマの主題歌でね使われてたんでよく知ってると思います。では鍵盤からやってみましょう。よろしく。Yeah, I want to love you. Want to love you. To love you.
ハードロックなアコースティックという試みもですね、次でなななななんと、そんなに見られると恥ずかしいですねなんと最後の曲になってしまいました。ちょっと少ないんでもう一回言います。はい、最後の曲になりました。今自分で言ったけどね、ね、いいでしょ、こうターンマニアのこうカーパンみたいなのも入って雰囲気が大事ですよね。やっぱね、チャック開いてない、開いてないチャックはちゃんと閉めましたね、大丈夫です。はい、続きましてね、これはみんな大好きミスタービッグ、知ってますか、知ってます、日本にも来たんですよね、これ鹿児島に来たのか前、あのコンサートシーンですよ、もちろんね、ハードロック大学校の今日校長先生が来てますので、ちょっとミスタービッグについて語ってもらいたいと思いますけど、よう長谷川先生。え、皆さんこんばんは。こんばんはまだ早いけどね。はい。もう乾杯するつもりでおるやろ君は。まだよ、まだあと一曲やるんだからね。ミスタービッグ。そう、ミスタービッグとは何ぞや。アメリカ出身のバンドなんですけど、まあ日本ですごく人気があるけど、アメリカじゃそうでもないと。という形で半分はアメリカ人みたいな。うん。みんなも本当アメリカ人なんですよね。はい。ドリルでこうやってギター弾いたりするんですよ。そうそう、そうそう、マキタ製のやつでね、知ってますか、本当ですよこれ、マキタのドリルにこのピックをねつけてブヤーって弾いてたんですよ。でマキタから感謝状をもらったという逸話もありましてですね、よく昔の日本のテレビにも出てたんですよ、あの歌番組とか、あのアルフィーの 高見沢慎吾の横でギター弾いてたり、知ってた、高見沢慎吾知ってました、高見沢、高見沢、あのアルフィーの高見沢、ごめん、柳沢慎吾、違うということで、マンダはこの辺にしてね、はい、To Be With You をやってみたいと思います。ハードロックバンドにしてはバラードしか売れなかったというバンドの、これビルボードで1位よ、確かですよね、うん、でしたよ、そうそう、というマニアックな話を聞きたい人は打ち上げにどうぞ来てください、1時間ぐらい語ります。はい、ということですので、 To Be With You をやってみましょう。ワン、スリー、
上で終了、ありがとうございました。センキュー、センキュー、センキュー、センキュー。イエーイ、ありがとうございました。